キャサリン、ナヒーダがなんでキャサリンの中に入れたかっていう話、キャサリンの存在について不思議だなと思ってる人がおると思うから、ちょっとこれを残しておきたいなと思って。厳密に言うと、私はアーカー社を媒介にしてキャサリンの意識を占有しているの。そんなのどうやってやるんだよ。キャサリン、なんかかわいそうだな。他の人の意識も占有できるのか。アーカー社端末をつけているものなら、理論上は彼らの脳裏に入ることができるわ。アーカー社はマハールッカデバータの遺産、そして私はクラクサナリデビであり、最初のアーカー社端末でもある。私の意識は常にアーカー社につながっているの。でも私は常にスメールの民の自己意志を尊重している。彼らの意識を占有したことは一度もない。必要な時はこのスネージナヤのバイオニック人形を借りているわ。え、ちょっと待て。なんか今さらっとすごいことが判明しなかったか。キャサリンってそうだったのか。道理で変なところが多かったんだな。でもお前自身の体はどうしたんだよ。なんでずっとこんな方法を使ってるんだ。確かお前ってスラサタンナ聖書に住んでるんだよな。それはかなり昔のことから話さないといけないわね。マハールッカデバータが消えた後、賢者たちは生まれたばかりの私を見つけ、スメールに連れ帰ったの。当時の私は幼く無力だった。賢者たちは守るという名目で私をスラサタンナ聖書に閉じ込め、ほとんど関わろうとしなかった。でも私には分かっていたわ。本当に見つけたかったのはマハールッカデバータの逝去を裏付ける私ではなく、マハールッカデバータそのものであったことを。どれほど賢者たちがそれを望んでいたかをね。つまり賢者たちは自分たちの新しい神を軟禁してるってことか。そんなことするなんて、どうして懲らしめてやらないんだよ、ナヒーダ。ある意味では彼らは間違っていないの。マハールッカデバータは全知全能、命が尽き果ててもなおアーカー社はこの国に力を授け続けている。それに比べて私は知恵の神の名を担ぐには到底ほど遠い。国を統治するにも教令院の方が長けているし、私の存在にそれほど大きな意味はないの。そうそう、ナヒーダにはもう信徒がたくさんいるし、過信探査の日に参加した人たちもみんな心からお前のことが好きなんだぞ。そう言ってくれるなんてありがとう。でも実際、意識をアーカー社につなげられる私には身体的な自由は必要ないの。私にとって世界樹を救うことこそが使命であり最優先事項。その方法を探しながら一人前の神になれるよう尽力するわ。時々知恵の神の責任を担って道に迷った民を導く。それだけで十分なの。キャサリンがバイオニック人形だということが明確になった。リーウェ七世みたいな感じかな、その賢者たち。ああ、まあそれくらいなんか権力を持ってるんだろうね、この、ここでね。で、教令院っていうところ、まあその団体自体がね。いやー、なんか深いなー。いや、でも言ってることは理解できるなー。旅人はアビディアの森にいた時、お香の影響で気を失ったんだ。その時巨大な木と赤い空を見たって言ってた。それに加えて一人の声が聞こえた。そうでしょ。キーワードは世界と忘却かしら。そうそう、やっぱり知ってたんだな。
ずっとそれが何なのか聞きたかったんだ。赤い空ってカーン・ルイヤと関係してるのか。どうやら旅人は世界樹とつながったようね。それは世界樹の中にあるマハールッカ・デバータの意識の残骸が残したメッセージ、もしくは彼女が死ぬ間際の最後の記憶かもしれないわ。知っていると思うけど、マハールッカ・デバータはカーン・ルイヤの最悪の後に失踪したの。だからタイミング的には合っているし、あなたたちの疑いは理にかなっているものよ。マハールッカ・デバータが残したメッセージ？オイラたち、てっきりあのスカーレット・キングの方かと思ってたぞ。スカーレット・キング、あのさらに前に亡くなった魔人？今もまだスカーレット・キングを信仰している砂漠の民がいるから、きっとそういう噂を耳にしたのね。そうなのか。じゃあ、あのメッセージの内容はどんな意味だったんだ？私にはまだ解読できないわ。たとえ今のアーカー社が持つ能力を使ってもね。マハールッカ・デバータが世界樹に残した意識はまるで汚染されているかのように非常に危険な気配を含んでいる。たとえ修行を積んでいるあまたの学者たちでさえ、それに意識をつなげると完全に狂ってしまうの。私が何度も教令院に警告しているにもかかわらず、未だに被害者が後を絶たないわ。でも世界樹を救う鍵がその中にあると私は信じている。だからこそその解読を諦めてはいないわ。幻覚で見たあの木が世界樹だったのか。ティナリも言ってたよな、世界樹が病気になったって。もしかして汚染された意識のせいなのか。でもお前ですらあの幻覚の意味がわからないなんて、オイラたち無駄足だったってことか。旅人はあの意識に触れても全く影響を受けなかった。そんな人は初めてよ。あなたがいてくれたら、もしかしたら解読することができるかもしれない。いえ、私たちは必ずその中にある秘密を解き明かさなくてはならないわ。実はすでに世界樹に影響を及ぼしているかもしれない要素を全て排除してあるの。だから残るはこの一つだけ。これは世界樹のテイワットの存亡をかけて挑戦するクイズよ。なんか壮大だな。教令院によるスメールの統治に大きな問題は一度もなかった。彼らが正しい方向から逸脱したのを見たのはこれが初めてよ。一体何が起きたのか、何の目的があって彼らをそうさせたのか。ここにいる人々はほとんど異変に気づいていないけど、旅人が過信探査の輪廻を破ってくれていなかったら、本当に深刻な事態になっていたかもしれないわね。私もアーカー社を通して調査したけど、疑わしい資料は何もなかったわ。主要な人物もアーカー社端末をつけていないようね。おそらく彼らは意図的に何かを隠そうとしている。そういえばガンダルバー村にいた時、一人の賢者がティナリをあるプロジェクトに誘ってたけど、まさかそのことだったのかな。とにかく賢者たちの意図を調べ、それを正して罰することを優先しなくてはならないわ。それと同時に、ヤブをつついて蛇を出さないよう気をつけないと。アーカー社のせいで夢を見ないことかしら。そうだぞ、こんな長い間誰もおかしいって思わなかったのか。気づかないのではなく気にしないの。根本的な原因は賢者たちによるミスディレクションよ。賢者たちは人々に夢を見ないことが理性と英知の表れであり、スメール人の栄誉だと思わせているわ。けれど実際は
ただアーカー社によって夢が収穫されているだけ。賢者たちはそのおかげでアーカー社を最大限に利用することができ、過去の研究をよりスムーズに進められるようにした。それに当時マハールッカ・デバータがアーカー社を創造したのも、それを有効に使ってほしいと思ったからに違いないわ。だから私はこの件に対してこれといって大きな異論はなかったの。こうして賢者たちの主張する考え方は疑いの声をかき消した。ひいてはアーカー社端末を一度も使ったことがなく、夢を見られるスメール人さえもそれを口にしてはならない恥だと思うようになったの。今日考えられてるね。なんか納得感があるというか、確かにそういう流れだったらそうなるわなと思えるもんな。いやーすごいな。そう、私の回答が窮地者であるあなたたちに満足してもらえることを願っているわ。実はドニアザードの消えかかった無境を維持していた時、私の精神力にも大きな負担がかかってしまったの。だから少し休まないといけないみたい。その間賢者たちの行動はそれほど心配しなくてもいいわ。過信探査のリンネのような大掛かりなこと、アーカー社が短期間で二度も行うことはできないから。おう、寝てていいぞ。オイラたちが見守ってるから安心しろ。頼もしいわね。はあ、こんなに疲れた誕生日は生まれて初めてだったわ。ん？旅人さん、パイモン？私はどうしてここに？何か知っていますか？無用ってやつじゃないか。ほら、無用してる人を呼び覚ましちゃダメだって言うからな。オイラたちはここを通りかかってお前が起きるのを待ってたんだ。そうだったんですね。そろそろメンテナンスの方を探さなければ。あ、大丈夫です。私はすぐに戻りますので。ありがとうございました。いやー終わったな。30人団の人員募集。今度世界任務がまあなんかいろいろあるわな。ちょっととりあえずデイリーやろ。まだデイリーすらやってなかったんやな。いやーどんどん壮大な話になっていきますね。ちゃんと理解しとかんとあれよな。やっぱ理解して進めていってこその楽しさではあるよな。てかスメール選べるようになってないのかな。なんかデイリー場所選べるんだけど、スメールやっぱまだ出てないよな。出てないね。稲妻か。いやーちょっとまったりデイリーをやろう。今日27日、あ、日付も変わったもんね。だからあと4日で8月が終わるってこと。27、31、5日か。5日で終わるんか。こいつ使おうかな。俺が行く。
あ、命の星座一度ついける。敵命中すると旅人の元素エネルギーが 3.5 回復。よーし、一つ完了。長かったなぁ、マシン任務。マジ何時間あるんだろう、何時間分あったんだろう。2章分だから特にマジで5、6時間分あったんじゃないかなぁ。ごちそうする。あれ、どこに、どっちに向かうんだろう。下ってんのかな。あ、か。難攻不落。全能グルメチーム、懐かしいな。
もうちょいで5時間か。師匠リーユエか。と、はあ、でこれで世界任務も早く全部終わらせてしまいたい。今日27だろう。ということは日付変わって27だから、28があるから、スープラス3の前夜祭か。前夜祭だったっけ？あれか。フェスのやつか。この時間帯になってくるとぼーっとするな。いつもぼーっとしとるか。だから思考能力が落ちるよな。深夜1時。あともう一個だったかな。こっからいけるかな。草元素反応が加わることによってなんかいろんな戦い方が、雷キャラがね、活かせるようになったのがいいね。かな。戦う系かな。戦う系だね。なんか樽爆弾多いな。天道万象、動くべきだ。ネバよ、歌よ、認識となれ。どこれか。難攻不落。雨へ
描き方し、はい、左右ルコン。でも草元素反応生かしたいと思ったら、砲気系の雷、砲気系の雷って今リサさんしかいないのかな。リサさんの評価が見直されそうだよね。いろんなパーティーの編成の幅が広がるのは嬉しいな。星とし無事今日の星と深淵誰に使おうかな。なんだっけ。浮世風が転校。五郎さん俺突破したんだっけな。突破してるね。しとこうか。金リンゴってもうないんやな。もうなくなったんだな。しれーっとなくなったわ。まあ、バージョン 3.0 になる前になくなってたんだよな。どうしよっかな。とりあえずデイリーは今日は日付変わって土曜日か。この同点新しいやつ。あ、そこから覚えれるようになったんだ。今何覚えたの？ああ、なるほどね。まだ作ってないやつ。
ザイトゥンの桃、ハッラの実。スメールローズ。スメールのこの水系のやつはないんだっけ。これでとりあえず一通りのことはやれたんかな。あ、ここあるな。ちょっとあの翼だけ見てみようか。草の翼があるんかな。草の翼っていうのか分からんけど、あれなんか昨日見に行った時なかったような気がしたんだけど、あったね。来週からはスメールで住民リクエストやな。こんなかっぽいな。あ、じゃあこれか。エフェンディ、まだ解放されてない。え、評判レベルが2にならんと解放されないってことか。評判報酬が見たいんだ。あ、なんか1、これもらえる。あ、綺麗、草の羽。なんでこれ。王子の加護、使用すると近くの木から木材を手に入れられる。スメールのリンヤで時折見かける不思議なお守り。草木を収集する力を持つ。砂漠が森を侵すのを防ぐため、また暗黒の歳月には凶暴な獣が侵入するのを防ぐため、木やつる草は健康だってるな。柵を形成してきた。しかしこのようなお守りを持つ者は森に友人と認められ、柵の迷宮を自由に行き来することができ、渓流や月密の導きをも得られる。ただしそれは古代の伝説に過ぎない。なんか新しい。あ、これ綺麗だね。これは便利アイテム。鉱物を消費して食材の加工効率を上げられる。教令院の若い学者たちは実験機材を用いて調理する習慣がある。時間を節約するために誰かが鉱物からエネルギーを抽出して効率を上げる実験型超燃ランプという装置を作った。今手に取ってあるこれは民間用の実験モデルであり、出力効率が制限されている。火力は弱くなったが火事になるリスクも下がった。しかしそれでもジャムやソーセージの製作には十分便利な装置だ。あー、めちゃめちゃ時間かかるもんね。そんな急がんけどね。
あ、また別の名刺の飾りもあるんだ。へえ。あ、共鳴石ね。トレジャーコンパス。で、これが草。いいね。やっぱ、なんか、モンドも、なんか、黄緑っぽい色だけど、またデザインがより凝った感じで、良いですね。レベル2になるには、あと250か。なるほどね。よーし。脆弱やな。てかここで早く使ってしまいたいんだけど。旅人も育てたいしな。ああどうしよっかな。明日日曜日なんよね。明日日曜日なんよね。じゃあ待って、この状態で何時まで持つんかな。日曜日だったら選びたい放題だから、ちょっとホイオラボで見よう。戦績の125が反映されてないの。4時間39分。ちょっともうちょっと待たんといけんわ。反映されてない。うわ、反映されないな。ちょっと時間かかるんだな。40使ったまで、昼くらい、昼までには、消費できそうだけど、なんか旅人のさ、なんていうの、あの、テンプの育成の素材、レベル上げたら切り替わるからさ、例えばここだったら、これだろ？これ違うだろ？切り替わるから、日曜日に上げるのが一番いいんよ。ちょっと、それで使ってしまいたいかな。ここ行けなかったんだっけ。ここだけ行こうか。
で、今日のデイリーはもう終わったよね。支援活動も行ったし、問題ないね。ああ、魔人にも終わってよかった。思ったより時間かかったわ。難攻不落。はびこれ。これか。ダメージ入るようになってきたよ。あれ、そこにもあるの？難攻不落、天理チョーク。普通にあるね。あの上なんかある。
天女万弱。はっ。ああ、これそういうことか。毎回ここはこの作りなんだ。これもう関係ないんだ。なんかダメージ食らってたよね。戻る方向、ここどこだったっけ。あそこか。これもすぐ行けるよね。いろんなギミックがあって楽しいな。やっぱ高低差があるから、そこにも配慮して、あの移動しやすいようにねなってるのもポイント高いかな。この剣はわかるかい？歌よにし、はっ。よっ。私今少し寝てました。寝落ちすると思うので、このまま最後まで置いておきます。ありがとう。よし。まあ霧がいいからこの辺にしとこうかな。あ、ちょっとあれだけ見てもらった。樹脂が何時に回復するか。もう反映されたの86。9時間49分後だから、午前11時過ぎか。午前11時過ぎ。忘れなければ大丈夫だな。早朝の段階で5時過ぎたらやればいいか。違う、ん？違うわ。土曜日になったばっかりか。明日が日曜か。日付変わって土曜か今。あ、日曜かと思ってた。あ、え？ちょっと話変わってくるな。だったら土曜か。あー、じゃあまああれ行こっか。
終ボス行こうか。終ボス行って終わるか。終ボス行って終わろう。お腹空いてきた。レーサーさんいるから大丈夫かな。じゃあちょっとまあ集合室行くときはあれ入れようか。さあこのパーティー、雷キャラいるからで、行明さんみたいな感じでいくか。なんだかんだ使い勝手いいよな、行明さん。やっぱこれでいっか。完全掌握、神器を通すよ。あ、ちょっと待って。うわ、あ、大丈夫か。で装備を、剣闘士4って意味あるっけ。え、意味ないよな。加えてときたいよね。あ、生物ちょっと回るのもいいかな。やばいかも。あ、大丈夫か。そう、最悪弓だから貯めればいいのか。
砕く。他の奥義ダンゼ、この剣は分かるかい。はい、姿を見る。最初に出て、はい、ブドンです。原型来た。いいね。ともう一個、新妙だ行っとこうか。世界任務のを進めていって極力進めてみたいな感じになるかな。明日かじゃっけ、明日というか日付変わって今日か、27。ゲントバー、アップデートが9月1日ということは、1日なのかな ?1 日に来るんだとしたら、天空気候っぽいあれは切り替わるってことか。揺れてるじゃない。極寒のせい？それとも恐怖？はっ！難攻不落！剣女盤石。氷の呪光の王には邪魔させない。岩山八九、いざ。
難攻不落。この剣はわかるかい？豪華の法要、断罪の名において。いや、こいつほんまに答えなく諸教の情。よかった。もうそれに尽きるわ。ほんまに長かったな。長かったんよ。まあでも第2幕はでもその長いのに耐えうるような内容だったからよかったね。なので、明日からはとりあえず世界任務の方を進めていくことになるかな。なんかまだスメルシティの方で世界任務ビックリマークついてるとこあったんで、多分もうちょっと増えるかなって思うのと、これがちょっとなんか長そうな雰囲気ではあったね。うん、まあぼちぼちやっていこう。これまだ解放されてないんだな。できるのかな。あ、できるわ。で、まあ、このパターンのやつもまたあるから、うん。これね。いや、まだまだあるな。OK。じゃあ、まあ、終わりましょう。終わります。ありがとう。おやすみなさい。